マルハバン。ということで本日もやっていきましょう、ウイクラ。はい、早速ですね、ブレイクギャラクシーのビジョンについて説明させてもらいたいなと思います。現在はですね、トッププレイヤーディビジョン13に位置するわけであります。ここですね。で、我々が目指す最終ターゲットはスーパースター X です。まあ、その前にスーパースターがありますよと。ね、まあ、このシステム、まあ、リーグのね、システム上、上位3チーム以内に入れば昇格することができますよというところで、まあ、現在はシーズン82年目ということで、このね、まあ、リーグ自体をインターナショナルリーグっていうんですけど、今シーズンは、この82年目は、ドメスティックリーグって言って、まあ、国内リーグ、まあ、実際にあるリーグですね、リーガ・エスパニョーラだったり、リーグワンだったり、プレミアリーグだったり、まあ、そのリーグの、まあ、リーグワンって言って、まあ、フランスリーグに参加してます。はい。で、まあ、ね、昇格はしないんですけど、まあね、トロフィーがフランスリーグのトロフィーだけないんですよ。で、ここを埋めたいんですよ、フランスリーグのトロフィーで。そう。で、まあ、今シーズンはそのトロフィーをね、最低限取って、まあ、あわよくばカップ戦もカップトロフィーも、もらいたいなというふうに思います。そしてですね、アソシエーション、協会をね、現在募集してるんですよね。もう大募集してますよ。はい。なんとか自分でね、自力一人で、レベル2まで上げていきましたけど、そう、これは参加条件があって、プロフェッショナル以上じゃないとね、参加できないように、設定してるんですけども、まあ、そこを目指す、まあ、MR に入るために、プロフェッショナルを目指すではなくてですね、やっぱりスーパースター X、まあ、より高みをね、目指してもらって、まあ、その通過点にある、まあ、プロフェッショナルのところで、MR っていう、まあ、協会に参加できるようになるんで、ね、あ、そういえばあったなっていう感じでね、応募してもらえればなというふうに思います。大募集なんで、もう動画で毎回紹介していくんで、はい、耳にタコができますよ。はい、ということで、はい、本日のねスケジュール確認からしていきましょう。本日は、第15週目じゃなかった第5週目ということで、カップ戦1試合とリーグ戦1試合、まあ1試合ずつある感じですね。で、なんとカップ戦の相手があのマルセイユですよ。いや、これはなかなか強い相手ですよ。うん、ちょっとね、しょっぱなこのチームと当たるのはね、残念。残念としか言いようがない。ほら、見て、総合値。854だよ。まあ、とりあえずやっていきましょう。いや、しょっぱな、ここと当たるはないでしょ。まさかじゃないけどさ、もしさ、これで優勝して、第2ラウンドに行ってさ、そこでまた、パリ・サンジェルマンとかと当たってみ。もう、まあでも後々はね、弱くなっていくんだけど、後々は弱くなっていってもなーっていう感じだもんな。コンピューターチームは多分成長はしないと思うから、大丈夫だとは思うんだけどね。成長しないよね、多分。まあユーザーチームとかだったら成長する選手とかいるからさ、まあなるべく早めに当たった方がいいんだろうけど。さあ、ここはね、どうしようかな。マルティノビッチだね。入れ替えるのは。で、長友。そして、セメドを入れていきますよ。今回は。で、パレーですね。入れていきますよ。で、ボナベンチュラをルーカス・レイバーと入れ替えて。で、ウェルベック。ウェルベックとポールセンかな。サンソーネだね。サンソーネがちょっと、なかなか使いづらい。うん。ちょっと今はね。なので、こんな感じで、どうしようかな。右ウィングコロナ、ちょっと体力がもうないから。で、ジョアン・フェリックス、香川。あれ、意外にだな。体力が。
ロマニオリなんかも体力がちょっとないね。85回復。はい、チート使います。まあ、これができるんだよね。まあ、チートではないけどさ、チートではないけども、ウェルベックね、ウェルベック、ウィング、右ウィングはちょっとな、できないよな。ルイス・アルベルトもできないよね。ドーグラスをじゃあやっぱりこうするしかないよな。こうするしかない。で、アルウィングに持ってきて、エルウィングにウェルベック、こうするしかない。で、バーディーだな。やっぱこれしかないよ。で、コンディション上げて、で、ベンチメンバーもコンディションはいいとして、サンソーネとコロナかな。よし、これでいこうかな。そうだね、まあ、やっぱちょっとドーグラスも結構落ちてきてるから危ういね。能力がだいぶ落ちてきてるんだよ。わかる人にはわかるんだろうけど。よし、これでいきます。てかフェリックスってさ、まだ登録されないのかな。さあ、やっていきましょう。さあ、どうかな。Good evening, wherever you are on this most pleasant evening. There has been a clamour to get inside the ground tonight for a much anticipated game.The roads outside of the stadium have been bumper to bumper with traffic. The car parks are full. There is a torrent of humankind making its way from the nearby station. And we expect every seat to be filled. An atmosphere of great expectation and excitement. And we have in front of us this gloriously imposing arena. Absolutely picture perfect. Okay, nice pass.Well back. As you can see, we've already started here. Felix. Okay. ちょっとタッチが大きい。攻め度来たよ。攻め度。いいね。香川からバーディー。うわー、今のポール戦だったらいけてたような気がするな。おい、攻め度何してんだ。ドーグラス。ドーグラスからバーディー。競り勝てない。身長が。うわー、これポール戦入れた方が良かったかもな、案外ポール戦入れた方が良かったかもしれない。ちょっと後半からポール戦、うお、来た、バーディー。いや、出だし良かったけどね。ちょっとここ耐えないといけないね。さあ、20分経過して、ちょっとこの辺りから、うわ、あぶねえ。この辺りからプレッシングをちょっと強めていこう。あぶな、不安シュート、危なかったな。もうちょっと早かったら入ってたよあれ。いや、止めて。 OK、 さあ、つなげていこう。 OK、 フェリックス、走ってフェリックス。いや、ウェルベック強い。2人から押されるも耐える。そして長友、シンプルに上げていこう。 OK。 いや、そしてフェリックスがセカンドボール拾ってシュート。何、香川、攻めどに出せよ。いや、攻めどに出せよ。なんで出さないんだよ。なんでそうやって自分で。 OK、 いいね、ディフェンス力フェリックスの。さあ、香川、 OK、 いいね、抜けた。うわ、惜しい。フェリックス、ちょっと角度だな、あのスピードでやれば。
いやー、ちょっと1点でいいから入れてくれ。1点、まず1点でいいから入れてくれ。前半のうちに、しかも。ちょっと伸びるのはきついよ、延長戦とかになって。頼む、頼む。よし、そこ取って。クリス先生、オッケー。つなげて、そこからつなげていって。そうだ。いいよ。いいね。よっしゃ。オッケー、頑張れ。よっしゃ、ナイスパス。コスタから香川。香川。香川、フィジカルよ。よろけすぎでしょ。よろけすぎだろ。いいよ。ちょっともう、おじさんだな。ちょっとくじいたんかな、途中で。さあ、セメド。セメドがなんかちょっとクロス最近見せないね、オーバーラップも。いやー、パスが弱い。香川さん、パスが弱いっすよ。届いてないもん。よし、いいよ。どんどんプレス与えていこう。そして相手のミスを誘え。よっしゃ、マイボール。55分。よしよしよし、いいパス、いいパススピードだよ。いいよ、ウェルベック、来た、バディ。いやー、強い。いやー、相手ディフェンダー身長高いわ、マジで。身長が高いから競り勝てないんだよね、バーディーが。よっしゃ、バーディー。いっちゃって、フェリックス。うわ、フェリックスのトラップミス。いやー、マジか。ちょっと変えていこう。コールセンいるっけ？ポールセンいないかったような気がするなぁ。あ、いるね。いや、ポールセン入れたいところだけど、ちょっと体力的に香川とかだよね。ルイス・アルベルト、フェリックスもだよね。まずいな。ポールセン。いや、ルイス・アルベルトを入れて、ドーグラスもあれだな。三層ね。ポールセン入れたいんだけどね、どうにかして。AMF で使ったらどうなるんだろう。L ウィングもできちゃう。ホールセンの L ウィングってどうなるんだ。とりあえずポールセンをフェリックスと入れ替えて、で、これじゃあまずい。じゃあウェルベックをちょっと一歩引かして、で、これもちょっとまずいような気がするんだよ。そしたらバーディーとポールセンを入れ替えて、で、バーディー L ウィングに、L ウィングじゃなくていっか、3層でも SS だから。てか、ポールセン SS できるしね。ポールセンでもいいな。ポールセン L ウィングっていうか、まあ、SS、サイドの SS にして、これでいこうかな。で、キャプテンを、パレーです。これでいきましょう。いやー、ちょっと1点欲しいな、1点。1点マジで欲しい。リトリートな。
Okay、いいよ。1点入れてこいよ、1点。1点入れてこ。香川。OK。いや、バーディー出てきてよ。OK、ウェルベック。ウェルベック。ウェルベックが負けた。いや、ディフェンダー強えな、相手の。よっしゃ、詰めろ、詰めろ、詰めろ。OK。いやー、取れない。相手ディフェンダーが強いよ、なんか。酒井がいるわ、酒井。いやー、オッケー、フェリックス、ナイス。いいよっしゃ、バディ。いいよし、香川。香川？何してんの、香川。漫談だ。いやー、うわ、危ね。おい、それは危ないって。キックでいいから、キックで耐えろ、耐えろ、耐えろよ。香川、香川頑張って、香川。いや、いや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 、おー、危ねえ。おはー、延長戦、いい試合仕上がってるわ。いやー、体力が蝕まれていく。よっしゃ、こっからポールセンの活躍。ちょっとこれはなかなか見られないと思うよ。ポールセンを真ん中に使わずね、セカンドトップとして使うっていうね、ポストプレイヤーで。 OK、 来た、ポールセン。ウェルベック、うわ、うまい。うわ、アルベルトが来た。アルベルト、アルベルト。長友からポールセン。やっぱこいつだね。最初からこいつ入れるべきだったわ。いやー、でけえ、でけえ、でかすぎる。いやー、最初からこっちを入れるべきだったな。飛び抜けてる、でけえ。いやー、ちょっと采配ミスだな。うん。バーディーはそんな身長が高くないからな。トーバンは危ないよ。トーバンは危ない。よっしゃ、取れない。あれです。二人で行け。おい、アルベルト。もう時間だよ。時間だよ。よし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 。ポールセンがめっちゃ疲れてる。マジかよ。さあ、もう一点欲しいところだね。おお、危ない、危ない、危ない。来た、長友。 OK、 ウェルベック。いやー、ウェルベック、ウェルベック強い。セメド、バーディー、バーディー、ウェルベック。うわー、体力がちょっと威力がなさすぎた。おー、ディフェンス。バイタルめっちゃ空いてるわ。 OK、 ナイス、パレです。きた、きた、いけいけ。いやー、ディフェンス強いな、相手。いや、ここ一つ守ってくれ。攻めど、攻めど。 OK、 攻めど、ナイス、攻めど、いいね。ナイス、ギリギリ、よかった。 PK に持ち込まずにここで決着つけれて、マジで。いや、
ポールセンは最初から出すべきだったわいや最初から出すべきだったよねこれ。結構その言えばなんだろう、チャンスはあったんだよね。けどあのクロスを上げても全然バーディーだと競りが出なかったんだよね。そうマルセイユは身長の高いディフェンダーが大きいから、ポールセンなんか入れてしまったらね、ちょっとさすがに競り勝てなくなってくると。やっぱポールセンを入れるべきだったね、身長の高いディフェンダーがいるときはね。よし学んだぞ。 OKOK。 そして次はなんだ、バーディーエクス。さあトレーニング終了。アンサルディ、微妙だなアンサルディ。さあ切り替えてですね、次はリーグ戦ですね。やっていきましょうリーグ戦。まあまだ順位表は確認してないんで確認していきましょう。まあ、リールが1位でパリさんが上がってきたね。やっぱりでもパリさんなんと2負けの1引き分け、これはあるぞ。でまあ得点ランキングが、まあ、1位が4点ポールセンスーパー抜けてる、2点バーディー5位、アシストは2アシストアンサルディ、2アシストネルソンセメド、張り合ってますサイドバックは。さあ相手は8-3-3だったな、結構強いな。2位のチームじゃん。そして 4-3-2-1、 結構特殊なまたフォーメーションだね。サイドも強ければ、ちょっとボランチも強いなこれまた。あららら、らうわサールがどんどん下がってる、まずいぞ。いやー体力が奪われすぎてる。ちょっとこれまた体力回復していかないといけないわ。このまま頑張ってもらわないと。パレーですね、そのまま今回は。ポール戦かな、ポール戦だな。でアルベルト、あどうしようかな、こうかな、あコロナもいるのか。
よし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 。マルティノビッチとどっちか。いや、体力がえぐいな。よし、こんな感じでいこうかな。コロナとね、ウェルベックかな。ウェルベックかバーディー。いや、ウェルベックかコスタだな。ウェルベックかな。じゃあ体力回復しなくてよかったじゃん。よし、これでいこう。で、パレです。さあ、この3トップね、やっぱ微妙かな。でもポールセンがいれば大丈夫なような気がするんだけどね。ポールセンがいれば大丈夫な気がするんだよ。846。ちょっと厳しいか。厳しそうだな。厳しい。これはちょっと後で入れていこう。こうしよう。だいぶこの2人入れることで違ってくるもんね。やっぱウイングにした方がクロス頻度は上がるんだよね。ボンボンクロス入れていってポールセンに合わせていくっていう。よし、これでいこう。頑張ってくれたまえ。まあ、大丈夫でしょう。ポールセンがいるなら大丈夫。Oh, what a lovely, lovely day. Absolutely glorious weather here as we welcome you to a football match of considerable significance. Great consequence in this part of the world. We've been talking about this one for a while and they have rolled up to it in fantastic numbers. You should have seen the roads outside the ground in the Arrows leading up to it. Okay, ポールセン。うお、いいパス、ポールセン。コスタ強え。いやー、コスタ。ポールセン、めちゃいいパス出したじゃん、今。すげえ。いやー、まあ、こういう競れる選手欲しかったね、フォワードに。確かに。来た、アンサルディのクロス。来た、ポールセン。うわー、
ボールセン。どうしたボールセン。軌道がずれてタイミング外したか。そう。よっしゃ取ったぞ。 OK。 あーポールセン。よっしゃここ取れ。2人で行け。アンサルディ、アンサルディも行ってあげて。よしよしよし、行けポールセン、ポールセン行け。よっしゃー、おーポールセンがウイングに来た。そっから上げる。うおクロスもいい。そしてパレーです。うん、いいね、いいよ。コロナから、おーサールから、いや全然タイミングが合ってないじゃんポールセンと。あーポールセンサブのがいいのかな、スーパーサブで出すみたいな。 OK ナイス。スーパーサブのが良さそうだよね。うわうわ取れない。いやうめえね。あぶねえ、あの白頭が危ない。9番誰か死んでるけど、ロマニオリか。多分サールがね結構スタミナなくなるの早いから、そこにね、まあ攻めで入れていこうかなっていう感じかな。いやーやばい、アンサルディ。いやーそこ、うわーあぶねー、こいつ危ないて、こいつ。いやー危ない、一発やられるわ。一点入れとかないと一発やられちゃうよ。さあポールセンでかい。そしてコロナ、コロナから、いやー取られた。ちょっとなんかマジか、強いなこのチーム。いや一点は入れときたい、一点は。ニース、ニースっていうシーンだね。ナイスと返して、ナイスと書いて、多分ニースだったような気がするんだよね。いや強いぞ。ちょっと全然クロス上げれてないんだけど、クロスをもっと上げてほしいな。いや危ない、2人。うわあぶねえ、ナイスキーパー。あぶねえ、危ないよ、ナイスキーパー。危ない危ない。カウンター行かせよ。マジか、すげえな。くーでけえ。セットプレイやったらやばいよ。
the deadlock. Well, listen, a few words of advice and encouragement from the manager during the break can often straighten things out. It's paid off here. We're in Adelaide. Dante. Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. Christensen. Looking to hit the front line. Dante. まず多分サールだろうな。いや、意外とあるな。セメド、左。そっか、マジか。じゃあ、左にセメド使おうかな。で、フェリックス。アルベルトかな。バーディーを入れていこう。オールセン入れ替え。Jim, what are you thinking? Well, the stats are pretty telling here. It's hard to argue with the scoreline when you carry so little threat. Really well to intervene and score the growing danger. Yeah, corona. Lucky, lucky. Lucky, lucky. But eventually thwarted without doing any harm.And here's Douglas Costa. オーバーラップだよ、オーバーラップ。いやー、オーバーラップしてくれ。ドーグラスから。うわ。いや、マジか。いやー、マジか。Gorgeous control there. Oh, beautiful. Swings it out of harm's way. Romagnoli puts it back. Kagawa. Ah, Corona. Ga. Yeah, just wait, wait, wait.Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. 嘘でしょ? Hoist it high. Dicked in. Kenya's kibi. Yeah, it's safe to say that. They just need to manage this to secure the win now. Okay, 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 okay. He's made sure that, that won't get through. Win Adelaide. 強いなぁ、このチーム。勝てなかった、イキーロ。マジか。ニースとリールだな。苦いわ。せっかくパリさんにはいい試合してるんだけど。嘘でしょ。負けちゃったよ。この2チームがえぐいほど強い。くそ。さあ、ブルーノジャーニー。
ニースもなんかちょっとやっぱ、うおほ、どうしようかな。これでいっか。アタッキングを上げる。てかポールセンって特技持たしてたっけ。さあデベロップメントレポートが来ました。まあ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 って感じだね。1か2ぐらい上がってほしいんだけどな。1か。さあ期待のミリトンは1か。 OK に来た。よし、はい、ということでね、本日はここまでということで、また次回の動画でお会いしましょう。 See ya!